程よい気分で今日もドラクエ、ただの村人のパクチーです。よろしくお願いします。はい、今日はね、何やるかっていうと、はい、前回ぐらいで相当前なんですけど、チームのね、募集をしましたよね。チームの募集で、まあ、ちょっとね、チームの方からなんでパクチーはチームのあれをなんだっけ、掲示板に書かねえんだって言われて、チームの掲示板書こうぜって言われたんで、チームの掲示板にちょっと書いて、ちょっと実験してみようかと思います。今日のこの動画上がったのが水曜日27日の水曜日の夕方の3時ぐらいだと思うんですよ。3時ぐらいなんで、まあ、そっから1週間ちょっとね、実験でどれぐらい人が集まるかちょっとやってみたいと思う。実験って言ったら失礼だけど、まあ、できれば動画に映っても大丈夫な人が来てほしいなっていうね、印象です。で、はい、掲示板っていうのはこれ、はい、この子供の落書きみたいなところにね、掲示板があるんですけど、うちのは子供の落書きなんですけどね。はい。で、チームの掲示板、どうやって使うかっていうと、こちらに入隊希望じゃなくてチーム検索設定っていうのがあるんですけど、今までうち、こちら次へっていうので、今公開するにしてあるんですけど、さっきまでね、これ公開しないになってたんですよ。公開しないに。なので今回公開するにして、ちょっと1週間待ってみたいと思います。さあ、どれくらいの人数が集まるのか。今実際メンバー14人います。で、前回のチームの募集の時に来ていただいたのが、こちら、抜刀斎さんでございます。そして、ヒストリアさん。ポッケさん。そして、ハラミミノさん。で、初期の頃からお手伝いしていただいているソラリソラルさんと、アネゴ。そして、ひどい匂いさん。そして、ナスビさんね。はい、今ね、14名でやっております。さあ、これがね、実際ね、1週間でどれくらい増えるんですかね。ちょっと、楽しみですよね。まあ、前回ね、ちょっと一回入ってきた人いたんですけど、名前忘れちゃった。入ってきた人の名前忘れちゃったけど、その人は、動画撮影とかこういうのあるよって言ったら、ちょっと次の日いなかったんで、はい。なので、なるべく動画撮影 OK な方でお願いします。はい。それではね、1週間後、お楽しみ。固まっちゃった。に、どうぞ。はい、それではね、今回はこんな感じで終わりたいと思います。もしよかったらね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、パクチーでした。バイバイ。どうもありがとう。